私の名前は伊波誠吉。そんで今年で87歳ですかね。でうちの歩みで88の当町やりました。みんな外国は誰りからもより集まってきて、非常に盛大な88をやってもらってね、喜んでいるところです。空手に対しては、空手は肩、実、楽、三要素があると。それを要素を完全に首して始めて空手ができたということです。だから空手の肩、古流型にしろ基本型にしろ、肩がいくら上手にできてもね、実楽ができなければ肩であって空手ができたとは言えないということをおっしゃっている。もう一回が一応の空手楽しく、もうこれを目標にしているフレンドシップね。